多分変えていくんで。で、さらにパワーブロードルインとか、同時に使えるか、さらに使われている状態で、打つから、だからその状態と同じ状態を作って、変えていくんで。だから、もう、めっちゃ信じるのに、引き切れて、わーって打つ展開っていうのはないから。ないから、しっかりと、息が全然上がってない状態で、しっかりと蹴り込める、ね、蹴り込める能力っていうのが大事なんです。それを鍛えていきます。で、こっからやり方は、こっからジャンプして、壁キックですね。ほんで、スタートとかターンの時に何回打ってくださいか。すごい難しいですね。8か9の下8か9ですね。で、2、3回しか打てへん人は、頑張って、今日は特別に5回にしようか。最初は5回。最初は5回で、8か9とか2やんなさい。それぐらい打てるか、8回ぐらい蹴って、やっていってください。で、やり方は、このジャンプしていって、壁キックを8回やって戻ってきます。これでいい。これを15秒サークルで4本で2。しっかりちょっと休憩しますね。はい、3本目。はい。こんな感じで、これを4本ね。はい。を、1列並んでいきます。1列並んで。蹴りっぱなしてあげるように。はい、行きますよ。はい、はい、あと1本、あと1本ね。はい、行きますよ。はい。